皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。突然ですが問題です。一辺の長さが A である立方体の対角線 BC、AB の長さを求めよ。こんなのは簡単だぜ。三角形 BBC は斜辺が A の直角二等辺三角形だから、底辺 BC はルート 2A。三角形 ABC も直角三角形だから三平方の定理から対角線 AB はルート 3A だな。中学3年の数学ね。以上の予備知識を踏まえてこういうものを作ってみる。牛乳パックをこのようにカット。牛乳パックの底面は7センチの正方形なので、下から8センチのところでカット。立方体にしたいけど、1センチ余裕を持たせるわけだな。余った部分で 7×10 の長方形を作る。10というのは約7ルート2ということだな。この長方形を対角線で半分に切って、1枚を裏返してつなぎ合わせる。ほぼ立方体の方は2つの側面に窓を開けておく。つなぎ合わせたものをほぼ立方体の中にはめ込む。斜面の傾きが約45度の四角錐が出来上がるわけだな。そうね。お米は35度の斜面にしないと滑り落ちてこないから、この四角錐を入れることによって、窓がある側面にお米が溜まるわけね。餌箱として設置したのがこれ。容積は約 1.2 合入るわけだな。お、来たぞ。ちゃんと機能してるね。もう片側でも食べられるのに、気づかないのかな。といったところで、拙い編集でしたがいかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録などいただけましたら大変励みになります。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。